通気口で落ちたんです。どこにいたんだ？それどういう意味で？何のためにあんたを侵害につけたと思うんだ？いえ、ロボさんは水の中に…あんたは何も言わんでいい。偉そうな口を聞くのはそのぐらいにしとき。神様にでもなったつもりでいるのかい？エイクレスは怪我をして。そんなことは言われなくても分かってる。端っこを登ってる時に爆発だ。煙筒の水が吹き上がって彼らは死んだ。どうしようもないだろう。それでもまだ俺に文句があんのか？私はあんたたち全員を無事に助け出すと約束した。神父さん、さっきの人たちはどこへ行ったんです？戦士へ向かった。間違いだ。戦士は水の下なんだ。なぜそれが分かる？自分の目で見たのか？どうしてあんたはそうやって何もかも決めつけるんだ？もしさっきの連中の考えが正しければ、我々も彼らと一緒に行くべきじゃなかったのかね。